エスカッシャンは、紋章の中央に示されている盾を指すために使われる、紋章学の用語である。紋章のこの部分がクレストと呼ばれることがあるが、これは誤りである。本来クレストは、紋章のエスカッシャンの上に置かれるヘルメットとリースの、さらに上に置かれる装飾を指す。インエスカッシャンは、エスカッシャンの中央に配置されるより小さなエスカッシャン、である。 エスカッシャンの例1、コフランス式2、フランス式3、オーバル4、ロズンジン5、スクウェア6、イタリア式7、スイス式8、イギリス式9、ドイツ式10、ポーランド式11、スペイン式それぞれの名称は便宜的なもので、その国の紋章が必ずその形という意味ではない。エスカッシャンという言葉は、しばしば紋章が描かれる、シールドのような形を指すこともある。エスカッシャンの形は、 戦闘において騎士により用いられた中世の盾に基づく。盾は戦闘用の武具であるためか、この形は男性だけにふさわしいものと考えられており、女性は代わりにロズンジと呼ばれる菱形の紋章またはダイヤモンド型の紋章を慣習的に用いていた。一方で戦闘に参加しない聖職者はカルトゥーシュまたはオーバルの紋章を用いた。上記以外にも、 カナダ紋章院が先住民族出身のカナダ人を対象として与える紋章に用いられる小園形のような他の形も可能である。紋章学での意味に由来してエスカッシャンという言葉は自らが所属する家門とその名誉を意味するのに用いられる。その家族の一員で何らかの恥ずべき行為をしたものはエスカッシャンのお天などと言われることがあり、現代でも、なおれ、汚名。 不名誉の意味で、慣用句として用いられる。イギリスの文章学では、兄弟が一人もいない女性、つまり一人っ子の女性または女性ばかりの姉妹の長女が、文章の相続人である場合、その夫は、自分の家のシールドの中心に、妻がエスカッシャン・オブ・プリテンスとして、妻の父の文章を置くのを許す。夫は、妻の家族の課長である、ふりをしていることになるのである。 次の世代からその紋章は通常通りマーシャリングされる。結婚する女性が紋章の相続人である場合以外ではバロンフェムと呼ばれる方法を用いてエスカッシャンを縦に二つに分割し向かって左側のデキスター右という意味に夫の紋章向かって右側のシニスター側に妻の紋章を描くが女性が紋章の相続人である場合はインエスカッシャンとして 妻の家の紋章を夫の紋章に重ねるため、婚姻の結果そのエスカッシャンになったことがわかるように、もう一回繰り返して記述する。次の図は、チャージをどこに、そしてどのように描かなければならないかを記述するために、紋章記述の中で使われるシールドの位置を示している。紋章学では、常に盾を持つもの、つまり盾の裏側から見た方向を示すため、デキスターを、 右、シニスターを左と解釈する。図の A、B、C、D の各点が縦の外に示されているのは、これらがそれぞれ上側、右側、左側、下側といった相対的な位置を示すためにも用いられるためである。文章記述の中で、ある特定のチャージから見た他のチャージの位置を示すのに頻繁に用いられる。また、文章上のチャージは、 チーフ側とデキスター側を優先して配置されるため、シニスターを逆向きの意味で用いることもある。ブーテル、チャールズ、フォックス・デイビーズ、AC、エド、ハンドブックツー・イングリッシュ・ヘレルドリー、ロンドン、リーブスターナー、ピアニッシモ。も、 p33http コロンスラッシュスラッシュ www.gutenberg.org スラッシュ e テキストスラッシュ231862008年2月3日閲覧。ありがとうございます。